ツイッターの数字、あ、ありがとう。マサラッキさんいちごありがとうございます。岩野夫さんツインテールありがとうございますね。2月になったね。ついについに2月になってしまいましたね。これここに入れてたと思われるリップがないメイクポーチに入れてたと思ったんだけどないですね。おいおいおい、ね、2月だね。白いちごね、高級品だよね。知ってる、夜食待ってる彼もしかしてこんばんは。こんばんは。こちらこそ2月もよろしくお願いします。僕の好きな最強をついて似合いすぎて気にするな、うん、何言ったっけ。2月もよろしくお願いします。絵本は今日予約はね結局しなかった。そう、お父さんお母さんに買ってきてもらうのを頼みました。ね、ワリスさんご自由参観料ありがとうございます。多分ねそうだと思う。私がこうやって喋り出したら彼は夜食だと思ってるんだと思う。頭がよろしい。こんばんは。痛さついてん。明日ね公演とかあったらねツインテールしてたかもしれないけど。こんばんは。ちょっと高級な絵本巻き予約した。いいね。夜食の時間は決まってないですね。入ってない気がする。どこに入れたか忘れちゃった。うん、いいよ。こんばんは。お夜食ボーイだもんね。お夜食入れて1日3食ですからね。健康です、ね、夜食って聞くとね、あらあらちょっとと思うかもしれない。夜食ってね言う言葉はね親と思うかもしれないけど、彼ご飯早いですよ。まず朝ごはんが朝6時ぐらいに済むので、そう朝ごはんが6時に済んで夜ごはんも、まあ、7時から8時の間には済むので、パパさん手紙ありがとうございます。熊本県民おうちにくまモンが必ず1匹、あテレビでしょ、あれぬいぐるみとかじゃなくてなんかのパッケージに写ってるとかだったら全然ありえると思う。だって牛乳パックにも写ってることあるしなんかさ買うもの買うもの、多分食べ物類とかよくくまモン写ってるから、そういうのもありだったら一家に3人ぐらいくまモンいるんじゃないかずみさんリボンありがとうございます。パパさん完了しました、ありがとうございます、ね、何を数えるかわからないけど、ね、だっていろんなふりかけのパッケージとかにも写ってることあるし、牛乳パックとか、まあ、その他もろもろいろんななんか食材のパッケージにクマもいるよ熊本はなんだろう、一家に一人じゃない数え方によると熊本はね有名なお方ですからね。
タダタンタンさん、ツインテールありがとうございます。こんばんは、こんばんは。キュリア、こんばんは。校長先生の俳優さん変わったの気づいた？本当に？え？吹き替えも？私吹き替えで結局ハリーポッター見てる。そう、なんかどっちで見ようかなと思ってそう、ハリーポッターね、そう字幕で見るか、英語、私でも英語わかんないから字幕必須の、なんだろう、字幕あり英語で見るか日本語吹き替えで見るか悩んだ結果、最初そう、なんか日本語吹き替えに、そう字幕にしよっかな、一応なんか最初それ字幕で、字幕も一応つけてみてたんですよ。そうそう、そしたらなんかやっぱさ違うじゃん、なんか吹き替えと字幕の日本語なんか伝え方なんか違うじゃん、なんか言葉のニュアンスがどうしても変わるじゃん。あとさ、多分さ字幕ってさ英語のからの本物のさ、本当の本当のなんていうの、英語をさね、日本語を字幕をさするからさ、なんていうの、基本さ英語をさ日本語、日本人が分かりやすく訳す時って後ろから訳すじゃん。でもああいう映画の字幕ってさ、もうなんだろう、英語の順番で訳すからさ、どうしてもなんだろう、なんていうの、逆、怒ったよ〇〇がみたいな、そうそうそう、直訳っていうのかな、わかんないけど、そうすごいそうそう、なんかそう見てると、あ意味が変わるなと思って、意味というかね、自分のなんか捉え方が変わるなと思って、そう、あの吹き替えにした、結局後ろから訳さない、あ分かんない、なんか私は英語の授業の時に後ろから訳しましょうって言われたの誰がとかは先にやるけど、誰がどうしてこうした、ああしたとかは後ろから訳しなさいって言われた、わかんない、私はもうあの中学生で英語の授業の能力は溜まってるからカンさんツインテールありがとうございます。帰宅お帰りなさいまし。 RKP さんツインテールありがとうございます。キョさんハート100個ありがとうございます。そうだからね、結局吹き替えで見てますハリポッ、後ろからっていうと、だからね、英語の文章を彼がどうした、ああしたとかあるじゃないですか。でも私英語のいい文章が思いつかないからよくわかんないけど何だろうな、だって今 I'm happy とかさ超簡単な英語の文章しか出てこないからさ、なんか何もいい例が言えないけど、なんて言ったらいいんでしょうかね。だからね、そうか、わかんない、これはね人によって違うのかもしれないけど、私は学校の授業で英文が一文出てきたら、そう後ろから訳した方が、なんだろう、自分が分かりやすい日本語になるよって教わったんですよ。そう単語をね、単語のマジ後ろから読みじゃなくて単語一つ一つを後ろからこうやって読んで組み合わせた方が自分が分かりやすい日本語になるよって言われたから、そう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 、そうなると、そうあのね、英語の字幕、なんだろう、英語の字幕は多分読んだ順番に日本語がポンポン出てくるんですよ。だから怒った、私怒った田中よりはみたいな順番で出てくる感覚になるのそうそう、日本語で言うとさ田中よりは怒っただけど、ああいう字幕見ると
怒った田中よりは順番で出てくるから、そうそう、ちょっとね、ちょっと だからね私的には吹き替えの方がそうなんだろうね、わかりやすいというかうめスイッチオンさん、リボンありがとうございます。多分英語得意な人とかはね、そういうのは気にならないと思うんですけど、英語がさっぱりさっかりさっぱりさっぱりの人間からするとそうなっちゃう。吹き替えの方が分かりやすかった。まあ結局は好みと好みです好みです。私は英語がさっぱりなので吹き替えの方が好きです。映画館で洋画見たことない。うん、洋画見たことない。英語はね、わからない、難しいですね、本当に。そう、まあね、そう、ユニバに行くまでにハリーポッター全部見るぜっていうただの魚さん51個ちゃん完了しました、ありがとうございます。パパさんリボンありがとうございます。まあ確かに字幕だとね、映像も同胞を見るのは大変だよね。それはすごくわかる。映像と文字一緒に流れるとね、大変だよね。みこさん歯磨きしてた。お夜食終わったのでね、歯磨き。いさお103035ありがとうございます。アバター、わー、確かに私映画館で見たことないな。テレビで見ることはあってもないね。たっちゃんハートやありがとうございます。順調に進んでます。次4、一人で見れてる今のところ一人でハリーポッター見れてます。そうな、それさ、ファンタスティックビーストってさ、ハリーポッターとお友達なの？あんまりよく知らない、なんせハリーポッター初心者なの。ゴーゴー、お、次の次ですね、ハリーポッターの前の時代。ああ、そう、校長先生の若い、へえ、なるほどなるほど、なんか見てそうだよねこの流れのまんまでいくと見ちゃいそうな気もするけど。こんばんは、続編というか、ああなるほどなるほど、前の知らなかった。あ、1055日ありがとうございます。1055ありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。しんじいちゃんさんバラありがとうございます。おめめありがとうございます。おめでとうありがとうございます。1055、そう、ハリーポッター長いなと思うじゃないですか。意外といきますよ、全然。だって私も最近見始めたよ生まれて20年経ってるけど、最近見始めて、そう、わーって楽しくなってるよもう3話で見終わったから、そう、見出したら止まらないから、そうですね、好きになったらこっちのもんですね団長さんジジありがとうございます。
一応さ終わりがあるじゃん。まださ終わってないものとかを見始めるってなったらってなるけど。かずみさん拍手ありがとうございます。ネット私ネットフリで見てます。ネットフリ様様ですね。そうまだ入学してなかったのに気づいたら次4ですわ。あ、すごいお尻が見えてる。かわいい尻尾してるでしょ彼。怖くなんだろう。でもハラハラドキドキはするからちょっとそういうのがうわーってなる。ぼーちゃんさんリボンありがとうございます。ネットフリーですよ。あ、なんかついてる。バウチさんかわいいありがとうございます。ハニさんいちごありがとうございます。いちご狩り行きたい。いちご食べたいな。もういらないってぐらいいちご食べたい。ほうきに乗りたくな、列車に乗りたくなりました。こんばんは。良いですね。ネットフリはいいですよ。アマゾンプライムもいいと思うけどね。でもまあやっぱちょっとさやっぱなんだろう、アマゾンプライムネットフリでもなんかなんていうの見れるものが変わってくるからどっちがいいんでしょうね。まあ、U-NEXT とかも U-NEXT とかもあるからさ。どうなんだろう、いろいろ調べてみるのも、え、何が見れるのか調べてみてね、サブスク入るのいいですね。一番見てるのはネットフリシリウスブラック。推しキャラまだね、私の中でロンは可愛い可愛いとこにいるの。でも多分もうすぐさ成長しちゃうじゃん。多分可愛い、なんだろう、可愛さ全開のロンじゃなくなるじゃんね。そうでもまだ私の中でロンは可愛いっていうとこにいる。まだ可愛い。3可愛かったロン。分かんない、4から変わるかもしれないけど。そうどうだろう、ね、あ、言いましたね。今ロンを見てる。U-NEXT、 確かに U-NEXT はねいっぱいあるイメージ。マルフォイもかわいい、かわいいってなる。なんかよく「ハリー・ポッター」見始めてからなんか TikTok に「ハリー・ポッター」がいっぱい出始めて。なんかそれでメイキング映像がたまにチラッと流れてくるとマルフォイかわいいってなる。犬はロンじゃないよ、犬はニコだよ。まだね、そうよし、ちょっとニコさんお顔だけ出しててほしい。ここにいよ。あ、出ちゃった。スタスタ。わかる、ディズニープラスのもいいよね。わかる、ディズニープラスいいよね。サブスクって結構なんかいいとこ取りしてね。私の見たいものとかはいいとこ取りされてるんですよ。シュッ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 って独占配信とかあるじゃん。ね。いいとこを取られてる。ね、
罠ですね。サブスクさんの罠です。まあまあと引っかかりますパパさんハート100個ありがとうございます。なんね、ネットフリかユーネクストかアマゾンプライムのどっちか選んで、どっちか3つから1つ選んでディズニープラス入ると、なんか一番なんか美味しい気分にいられそう。どうかな、ね、3つから自分がなんか一番見たいものが多いサブスクに入って、それプラスディズニープラスに入ったらね、すごい大満足な食べ放題みたいな気持ちになれそう。パパさんハートありがとう。でもいろんなものがある、食べ放題ね、お寿司から焼肉もね、いろんなものがあるみたいなとこに行けそう。明日のためにキスの衣装かわいいよね。1ヶ月いくらするんだろう。こんばんは、こんばんは ファミリープラン、ファミリープラン、うん、そんなのがあるのですか。ねえ、いやいいよディズニープラスはね、とてもいいよ。だってさ、見れないじゃんドコモもね、ドコモディズニーのさ映画って、ね、ね、そうディズニーもうディズニー様様ですか いやサブスクはね、私が一番見てるのはネットフリかな。結局アマゾンプライムも見れる、アマゾンプライムとネットフリが見れるんだけど、一番見てるのはねネットフリです。うん、そんな気がするね。今見てるハリーポッターもそうだし、アニメとかもよくとか、アニメは大体全部ネットフリで見てます。そう、飛行機でさ長いなって時とかはダウンロードしようかなと思って、そうネットフリね、そうダウンロードしたらオフラインの状況でも見れるんですけど、でもそうしてもね結局寝ちゃうんだよね飛行機って飛行機って気づいたら寝ちゃうんだよね。だからね、そうせっかくダウンロードしたのに読まずに、な読まずじゃなくて見らずに終わっちゃうんだよね。もうグガって寝てるだからあんまダウンロードしないそう今日は起きとく、だ飛行機の中で寝ないぞと思ってダウンロードするんですよ。でもなんか気づいたら寝てんのよ、不思議だよね。そうなんか結局見ないのそう携帯、なんか携帯をさこうやってもうスマホ見る体勢にしたまま気づいたら目つぶってるんだよね。そうそうそう、なんだ不思議だよね、私も不思議。だからピクサーをね見れるのいいよね。結局ね見ずにもう到着まで寝てます。いい睡眠時間です。あとね寝るとね、あのなんかさ
飛行機特有の耳にあーってなるやつあるじゃん、気圧とかで耳が詰まったってなるやつが寝てるとならないんですよ寝てるとならないから、そう、寝るのおすすめ。もう離陸前に寝て、寝て着陸のガタンって起きるのが一番いいよ。もうね、どこも痛くない瞬間移動です、気持ち的には。気づいたら、ね、あれ福岡にいたはずなのに東京にいるっていう魔法にかかってます。私選べるなら窓側派、通路側、窓際がいいけど、まあ多分窓際になっても寝るんですよね。だからまあ正直どこでもいいでもたまには窓際も座ってみたいね。基本ね、そう、通路側のことが多いので、いつか窓際に座りたいなってなるんだけど、でも多分窓際に座ったとしても寝ちゃう気がする。離陸の時は目覚めない、覚めない、気づいたらもう空飛んでる気づいたらね、そう、雲の上にいます。座った体勢で全然寝れる。まあたまに首痛くなるけどちょっと代償でかい、たまに首が痛くなる。そのぐらい気づいたら寝てる、気づいたら瞬間移動してる。ユーネクスト、お、いいですね。ユーネクスト、いいことは確か朝ドラがいくつか見れた気がするこんばんは。隣、あ、知らない人でも寝ちゃうかも。寝ないぞーと思っても気づいたら寝てる、不思議です。やっぱたまにそう、寝ないぞーと思って起きておこうと思うことがあるんですけど、基本寝てますね。ユーネクスト映画館が1回、そうなの？あー、でもそうなのかな、でもなんかわかんない、入ってないユーネクスト入ってないネトフリさんとアマプラさんしか分からない、あと DMM ただたんたんさん、リボンありがとうございます。お疲れ様です、こんばんは コンソメスープは奇跡的に起きてた時に飲みます。ね、確かにそう、ノイキャンとかしちゃうとね、本当にグースかピースかですねグースかピースかは言わないけど、スッて寝てる。戸締まり、わー、戸締まりは見なきゃ見なきゃ、戸を閉めてくださいね。まだ戸を閉めてない方、私は2回戸を閉めました。そう、2回目はもう早朝に戸を閉めに行きました。そしたらね、
大きいスクリーンに 4,5 人しかいなくてすごい快適でした、うん、もう私と同じ列私しかいないし前後の列も誰もいないしみたいなすごい快適空間でした。朝一の戸締まりはよかったですよ。やっぱね、人がいない時間をね狙っていくのはとてもいい。私はそっちが好きですね。もう無理してでも早起きして人が少なそうな時間帯を狙って映画館に行くのが好きです。一人で行くことが多いからさ、そうなるとねやっぱ人がいない時間に、あんまり人がいない時間に行くのが本当に一番な行きやすいし、席も選び放題どこにしようかなってできる。お仕事とかある方はねレイトショーでも良いかもね。朝一かレイトショーって言っても私まだレイトショー行ったことないんだけど、そう終わった後がまだ午前中なんですよね。11時とかに終わるからさ、遅くても貸し切りでもリッチじゃん。映画館はどうだろう、自分がそのなんだろう、その場にいて何番スクリーンの方どうぞって言われたらどうぞって言われた瞬間私タタタタって行きますはーいと思ってすぐ行っちゃう。早めに着いてたらね、でもギリギリに着いちゃったらうわーって言って急いで座るけど。なかなかなかさんリボンありがとうございます。映画館は基本どうぞって言われたらはーいと思ってもうそそーって入っちゃう。入って座って座ってのんびりしてるこんばんは。一人で見るのはね寂しくないですね。うん、むしろ気楽かもだいぶ。そう予告もちゃんと見て、そうあ全部気になる人予告ってすごい上手ですよね。全部気になっちゃわない。わーあれも面白そうと思って、次出てきた予告もわーこれも面白そうと思って、全部面白そうと思っちゃうねえすごいよね。わーってなる。全部興味津々で終わるでも誰かと行くのも楽しいよ。好きだよ。よいしょ、あれちょっと誰かと見に行くのもいい。帰った後エンドロールまでのんびり見て帰ります。ねえあれなんだっけ、東京リベンジャーズは2はあの1を一緒に見に行った友達と見に行く新じいちゃんさんに思います。ありがとうございます。誰かと見るのもまあ喋ったりとかはしないからあれだけど、なんだろうな、あれああだったよねとかすぐ言えるからそういうのも楽しいと思うけど、あとそうね 1,2,3,4 とかもう先があるのを知っとけばね一緒に行くっていう楽しみがあるか。友達とかとさ1問見に行ったから2問見に行こうねとか言って3問行こうねとか言ったらね、あそう確かにどっかでバチバチしたい
限り、そういい、なんだろうね。バウチさんリボンありがとうございます。いいけどね、まあ一人でもいいと思うし、友達と行くのもいいと。私はどっちも好き。なんか2本同じぐらい見たいのがあるときは一人で行っちゃうか。一人で行って1日で2本読む、2本読むじゃない見る、急ぐけど汗汗する。カッパキャラではないです、ただキュウリが好きなだけです。カッパはカッパはそんなに好きくない日本見てもごっちゃにはならないですね、むしろ結構大満足してお家に帰ります。ルンルンで帰る。映画日本、そうなの、知らない。私初めて見た映画はドラえもん、なんだろう、映画館で初めて見た映画はドラえもんです。ドラえもん、初めて見ました映画館で。ちょっちゃらちゃちゃちゃらった。あのピースケが出る映画、ピーっていうオレンジの恐竜がね、ピースケっていうのび太くんが名前つけたんだけど、が映画を初めて生まれて初めて見に行った映画。そうそう、だから最近はアマゾンプライムでドラえもんの映画を過去から現在までよく見てる何回見てもなんか楽しい。ドラえもんいいです。スマホでも iPad でもテレビでも映画見る、何でも見る、どれでも見る。秘密道具は何がいいかな、何がいいかな、欲しい秘密道具。まあまあそれはね、どこでもドアは絶対いいよ、最高だよこれもドアは最高ですね。これでよくあの小学生の頃に言うやつ、四次元ポケットが欲しいって言ってそれはダメって言われるやつ出来すぎくんって甘えが出てこないよねあんなね、はぁと思うよね、出来すぎくんと思うよね。なんかもしさ出てきてもさ、どうしても旅には一緒に行かないよね出来すぎくんってなるよね。もしもボックスね、確かにいいよね。でもさ、もしもボックスさ、一度さ映画に出てきたじゃん、魔法の映画で、もしも
映画じゃねえ魔法を使える世界になったらっていうなんかのび太くんが言ってさ、魔法が使える世界になったじゃん一回映画で、もしもボックスでね、のび太くんがもしもって言って、なんかそれで問題がいろいろ起こったからさちょっともしもボックスに手を出すのは怖い。もしもって言って、それで結構ね映画はちょっと危ない世界にどんどん傾いちゃったからさ、ね、もしもそうなったらと思うと怖いから、もしもボックスはちょっと怖いですタイムフロー、おー、何でも楽しそう何でもなんか一つあればハッピー。いやでもどこでもドアはやっぱいいね、欲しい、いつでも旅行に行けちゃう。わーすごい、タイムフロー式そんな使い方だけ、携帯をいつでも新品にそんな使い方ができるんだね。あーいいね、それはいいね。ドラえもん、もうすぐか、もう始まってるのかな、ドラえもんの映画ね、あるよね、もう始まってるのかな、これからかな。なんかこの前映画館の前に行ったらパネルが置いてあった、なんかドラえもんとツーショットが撮れるようなパネルが置いてあった。だからもうすぐか、もう始まってるのか、ちょっと詳しいことはわからないけど、春休みに始まるのかな。あーもうじゃあ小学生とかもうね、春休み楽しみだね、映画館に行くのが。3月か。プリキュア私映画館で見たことないんだ。テレビのアニメなんだ、テレビの毎週日曜日にやってるのしか見たことない。一時期ねネットフリに、今もあるか分かんないけど、プリキュアのオールスターズが見れた時は見てたけど、映画館に行ってプリキュア見たことない。プリキュア、プリキュア、プリキュア、キュないね。あ今は見れないね、もうなくなってしまったかな。初見です、こんばんは。映画マン、何々で使ったことない、英雄マンデーとかでしょ使い方わかんない、どういう系統の映画、何でも見るね。面白そうだなと思った映画は見ますね。最近だとすずめの戸締まりを見ました。うん、その前映画館に行ってみたのは何だろう、なんだろうね、映画館で見に行ったの一部、最近は戸締まり、一番最近は戸締まりだけど、その前は、その前も戸締まりを映画館に見に行って、その前は
何見に行ったか詳しく覚えてないぐらい多分前に行った気がする。お母さんリボンありがとうございます。なんだ、アクション映画、あでも確かアクション映画はあんまり見ないかも。アクションとホラーはあんまり見ないジャンルですね、きっと。私が何でも見るとか言ったけど嘘です。ホラー映画は見たことない、アクション映画はあんまり見ないかな。あと洋画も見に行ったことがないです。あ、スラムダンクってバスケットのやつだよね。あれアニメをね知らないからね、アニメ知ってたら行くかもしれないけど、アニメ知らないんですよ。 3D はね一回しか見たことない。モンスターズインクで一回 3D の映画見たと。いや楽しかったけど、それ以来 3D の映画見てない。映画館は中央ん座席の列も座席のなんだろう端中央も全部中央がいいです。ちょっと後ろ側の真ん中の席に座りたい。映画館全体に見てちょっと後ろ側の真ん中に座るのが一番好き。犬鳴村行ってない。ホラー映画は見たことないですね。あんまり見たいってならないかな。がわざわざなんか怖いとかびっくりする思いをしに行きたくない。アクション系あんまり見ない。何がある、アクション系逆に分かんない。大前提で言うとね、そうあの人の血液が苦手だから。そうそうそう、アニメとかのそうコナン君とかの血液は、まあ、多少はって感じなんだけど、どうしてもアクションとかしちゃうとさ。ねってなると、ね、そうど真ん中より後ろが好きです。映画館は『ミッションインポッシブル』とか見なかったね。演奏は吹奏楽部で演奏はしたけど映画は見てない。確かに感動する系の方が多いかも。カズピさんリボンありがとうございます。最前ドン、最前ドン首痛いと思うよ。なんかちょっと前に結構前めに座った、最前じゃないけど前から6列目ぐらいに座ったんですよ。結構ね来るよ。首に。なんか最前じゃなくても首にだいぶ来たから、最前もっと首に来ると思う。端の方あんま見えないとかなっちゃうから。でも一度最前と、でも首痛くなるの嫌だな。チェーンソー、チェーンソーマンはそうだから結局私見てないアニメ。そうね、医療系のドラマあんまり見ないですね。確かに字幕で読むとき、字幕で映画見るとき最前は見れない。なりそう。ある程度だったらいいけどね、すっごい前とかに行っちゃうとね多分
端の映像見れない気がする劇場の最前も首痛い。4D って何があるの？風とか来ちゃうってこういうこと？そうそう、ザ・ファブルとかも見てないですね。ああ、ヨギボーシー、ヨギボーシートで寝て見てしまったら絶対寝るんだけどあんないいとこですね、映画見る。あんな暗くなっていいね、いいさ、なんていうの、いい空間にいたら寝るよ絶対。ヨギボーシート、プロは何回も言って、映像の一部すごい。私は2回行って映像の全部を見ますお肉の香りとかする、椅子が少し揺れる、か水、わお、すごいね、そう 4D 見たことない、まだ。いいね、一度見てみたいですね。ヨギボーシートは絶対寝ない、どんな、ね、なんだろう、寝ないけど快適空間で見たいよっていう人にはいいかも。多分私はそこまでいい椅子に座ってしまうと寝る絶対に言える、私は寝ます。だって薄暗くて寝るから私は普通のお椅子でいいです。普通のお椅子でもう十分快適です。明日の配信は朝の7時半からするので、お時間の合う方よかったら見に来てください。7時半からします。7時30分寝てる人がいるあ、起きてるぐったりしてる人がいる。なんか周りにいろいろ映る。彼のおもちゃと私のスリッパが映ってるけど、見えるかな、あ、来た今隣で マトンさん、リボンありがとうございます。7時半からしますね、伸び伸びの人がいる。あーあー、すごく暗くなっちゃった。ちょっともう無理や。反射する、反射する。あ、4% しかない。すごいリラックスされてますね目開いてる、目閉じてる目閉じてんだって昨日もね、あそこで寝てた。最近ね、抜粧してね、散歩解禁になったからさ、お散歩で疲れるのか、よくあの体勢で寝てらっしゃいますね。夜食も食べたし、あと寝るしかないもんね歯磨きもしたし、寝るだけですからね ね、そう、あったかいからさ、ニコさん、うん、そばで寝るとね、あったかい、ポカポカだよ、共に。
かわいいですよ。朝起きるとすごい、もう1週間ぶりに会ったんじゃないかってぐらいの勢いで飛びついてくるんですよ。朝、毎朝ね、おはようっつって起きるとすごいの、勢いがもうね、顔に顔がぶつかる勢いで来るんですよ。めっちゃ近づいてくる。しかも彼たまに口が開いたまま近づいてくるから顔に歯が当たるんですよね。痛いとか思いながらもすごいよ、勢いが。うん、1週間ぶりに会ったんじゃないかなって。そう、数時間しか経ってないんだよ、正直。正直ね、なんならね、6時間5時間しか経ってないんじゃないかなってぐらいなのに、そう、1週間ぶりに会ったんじゃないかなってぐらいの、そう、おはようのタックルをし、タックル、もうすごい勢い、すごいよ、本当にびっくりしちゃう。ちょっと痛い。ちょっと痛い。ボール、おもちゃ投げたらね、くわえて持ってきてくれるけど、丸い丸いボールは投げたことないね。おもちゃ、こういうおもちゃとか、まあすごいここにあった。投げたら持ってきてくれる。噛む力が強いと、強いのと引っ張る力が強いので、割とハードめなおもちゃです、ニコさんが持ってるおもちゃ。引きちぎれないようなハードめなおもちゃ。こんばんは、こんばんは。いっぱいあいこしたり投げたり。短いかな、まあわかんないけど、短いかな、わかんない。一応 S サイズ、なんか子犬ちゃん用。一応彼子犬ちゃんなんで。一応子犬の分類に入る子なんで、あの子犬ちゃん用です。 S サイズってやつかな。どんなにね、そうガルル言ってても、彼は一応子犬ちゃん。大きさ的には子犬の分類なので、噛んだりすること減ったね。お腹が空いてるとちょっと元気がいっぱいになるよ程度で、噛まないや。フォーキーはね、そう、激しくない時に渡してます。激しい時に渡すと、なんかフォーキーが悲しいことになりそうなので、フォーキーってなりそうだから、あんまり激しくない時にフォーキーを渡してます。激しい時はちょっとハードめなおもちゃにしてもらって、フォーキー大丈夫ってなるのは悲しいので、それ噛んでる時の顔すごいよ、白目がすごいひんむいて。可愛いんだけどね。可愛いよ、ニコさんね。今日インスタにも載っけてたけど、そう、こたつの中入るのが好きでね、そう、人の足に顎を乗せたりすること
ことが多いから。そうそうそう、かわいいよ。結構ね、家族みんなの足に乗っけるよ顎も乗っけるし、割と誰でも行く。ちょうど高さがちょうどいいんだろうね。足、顎くって乗っけてさ。私たちが枕に頭乗っけるのと多分同じ感覚だよね。ねえ、にこさん。すごい、足が N みたいになってる。L じゃん。かっこいい。足の形が L じゃん。あ、L じゃなくなった。かわいい。でもこんな早く寝ると明日朝何時に起きるかな。っていうのが怖いですね。早起きなんですよ、とっても。私はまあ寝てるんだけど、私はニコさんが起きてる間も寝てるんだけどね。でもたまにニコさんの声で起きるときすごい、もう5時とかだもん。たまにすごい絶好調のときとか、5時6時に目が覚めることもあるけど、基本私は早起きニコですね。すごいよね、目覚ましなんないのに受け入れちゃうんだよ毎日5時とか6時に起きれないよ。目覚ましあっても起きれない、毎日5時6時なんて無理ですね。じゃあ今36分なので40分にランキングを見ます。早くはね、寝ないよね、あんまり。なんかこういう時は寝てるけど、基本寝床につくのは一緒のタイミングで寝床につくから、どうだろう。日中寝てるからね、グーグーと。だからもう昼夜逆転してんじゃない。でも夜も寝るね だいぶ寝てる。夜も寝る、ご飯食べたら寝る、日中も寝る、ご飯食べたら寝る。ねえ、いいですね、寝ることはいいことですよ、ね、いいこと、いいよいいよ。寝る子は育つって言うしね。いいんじゃ。散歩はでもそんな長くはしないね、20分。あ、今のところね、ちょっとスリムですねって言われてますから、いいんですよ。ちょっとこれがちょっとおデブちゃんですねって言われたらいっぱい運動しなきゃいけないけど、今のところ彼スリムって言われてるんでそう、いい生活ですよ。20分ぐらいお散歩して、ご飯も食べ、3食食べて、よく寝て いい生活送られてます。とてもいいです、理想的な生活ですね。しかも体型もスリムって言われてるんで、いい理想の理想的な生活です、とっても。こんばんは、こんばんは。あ、お、起き上がった。そう、走り出したなんとよく人についていくね、やっぱり。あとね、すごい耳がいい、やっぱり
私たちが気づかない音に気づく。で、リビングのなんかリビングから玄関に一番近いドアカリカリする。人が帰ってくるとすごいよね。なんか気づかないんですよ私と。怖い話じゃない、違う、本当に誰かが帰ってきた時本当に誰かが帰ってきた時になんか外の方を向いてワンワン言うんですよ。だからなんだなんだと思って、何事だと思うんですよ。そしたら本当にお父さんとか帰ってくるんですよ。そうそう、それでそう玄関に近いドアをワンコンワンコン言って、そのドア詰めてカリ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 するすごいよね。私たちがね気づかないね、すごい遠くからでも気づくんですよね。車の足音とか、そっか車の音すごいよね。あ、こんばんは。ねえ、そうすごいな。そうかわいいよ、ドアカリカリするの誰かいると思ったら、そうドアカリカリカリする。こんばんは、こんばんは。あ、名教えてください、ありがとうございます。違う人のことはないよね、いつも当たってる。まるっと大正解。だから怖い話ではないですねえニコさん、おいでよおいでよおいでよ、一緒にバイバイしようよ。配達の人が、あ、人に吠えないよね。人にも吠えない。人も好きですし、ワンコさんのことも好きです。いいですよ。そう、外ではガルルしない、ガルルルガルルルしないんで、そういい子なんですとっては。人も好きであれば、ワンコさんも好き。そう、フレンドリーですね、とてつもなく。なんか散歩するの、散歩して、なんか散歩する、なんかたまに公園のなんか歩行者道路みたいなのあるじゃん、歩行者が歩きやすい道みたいな、でそこも散歩もできるし、人が歩いても走ってもいいよみたいな道あるじゃん。ああいうところで歩くとさ、やっぱさ歩いてる速さ的にさ追い越す人がいるじゃん。そしたら追い越す人についていくよそう、追い越されたら急に急ぐんですよ彼で、その人の真後ろついてきた怖いよね、ちょっとそれ怖い話だよねねえ、そう、誰でもついていくよ。ずいぶん人懐っこいですね。誰にでもついていくよね猫さん、みんなに顔見せてあげて。誰にでもついていっちゃうね。おっと、あ、おもちゃを持って退散されましたそれでは13位からランキング見ます。結構頑張ってついていこうとするよね、結構頑張りますよ。気づかれない。もうで大体前の人が、前に走ってる人がなんだかおかしいなってそう、前の人がなんだかおかしいなと思ったら止めますよ。ニコさん怖いからやめなって言って、ね、怖いよね、そついてこられたらねそれでは13位からランキングを読みます。13位ななみんちゃん、ありがとうございます。12位ぼうちゃんさん、ありがとうございます。
11位さんありがとうございます。10位ゴーちゃんありがとうございます。9位ひーくんさんありがとうございます。8位かずおさんありがとうございます。7位バウチさんありがとうございます。6位ただたんたんさんありがとうございます。5位しんじいちゃんさんありがとうございます。4位たっちゃんありがとうございます。3位はにさんありがとうございます。2位かずみさんありがとうございます。そして1位パパさんありがとうございます。ありがとうございます。それでは今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。まあ、やすぷんちんさんツインテールありがとうございます。まあ、こうくまさんだるまありがとうございます。それでは今日も一日お疲れ様でした。2月もよろしくお願いします。おやすみなさい。バイバーイ。よろしくです。